セドラチャンネルです。本日は、皆さんよく知っているセブンイレブンです。本日は、セブンイレブンの、スムージーを、紹介したいと思います。まだなんか、全国的にまだね、あの機械が導入されてないところがいっぱいあるみたいで、結構珍しいらしいので、こちらね、千葉県の銚子市にあります笠上店なんですけど、そちらはもう、スムージーの機械が導入されたということなので、ちょっと、試しにね買って、皆さんに、どういうものなのかっていうのをちょっと紹介していきたいなって思ったので、今からね、スムージー、購入していきます。それじゃあ入っていきます。こちらですね、何個か種類があるみたいで、マンゴーとかブルーベリーだったり、パイナップルか、あとはイチゴがあるみたいですね。本日はこちらブルーベリーと、なんかゴロゴロこう入ってるみたいですね。これとこれね、これとイチゴか、イチゴをね、イチゴをね購入していきたいと思います。それでは、購入していきます。それではね、作っていきます。これ入れます。まずね、これバーコードがあるので、バーコード読み込んでください。イチゴはこんな感じですよ。それでは飲んでいきたいと思います。はい、じゃあ、スムージー買ってきたんで飲んでいきたいと思います。こっちがイチゴですね。で、こっちがブルーベリーですね。美味しそう。すごいね、こんなドロドロになるの。いただきます。はい、どうですか。うまい。あ、美味しい。うん、うん、あ、美味しい。さっぱりしてる。本格的じゃない？本格的、なんかお店のスムージーみたい。うん、あ、美味しい。え、思ったより美味しい。うん？だいたい300円ですね、値段は。美味しい。あ、しかも豆乳だったよ。豆乳使ってるんだ。うん、なんかさっぱりしてますね。ね、思ったよりあのヨーグルトの味も強くないんで、すごく飲みやすいかなって
思います。まあ大こう売ってる店舗まだ少ないみたいなんで、見つけたら、買ってみてください。すごくね美味しいです。結構本格的なスムージーが飲めると思いますんで、一度試してみてください。